ぷんぷん、ハロー YouTube、どうもマサルです。今回は中国のスマホメーカー OPPO から最新モデル OPPO A3 が発売されましたので、そちらをご紹介したいと思います。 OPPO の製品は RFA という合計3つのラインナップがあるんですが、今回ご紹介する A3 はその中でも最もスペックの低いグループ A シリーズの一つです。まずはじめにスペックを紹介すると、 CPU は MediaTek の Helio P60、ラムは 4GB で、ロムは 128GB。ディスプレイは 6.2 インチで、解像度は 2280×1080 ドット。iPhone X のように上部にノッチがついたディスプレイとなっています。カメラは背面、前面ともにシングルレンズとなっていて、画素数は背面が1600万画素、前面のインカメラは800万画素となります。バッテリーは 3400mAh で、OS は Android 8.1 ベースの ColorOS 5.0 となっています。そして価格ですが、日本円にして約3万7000円となります。冒頭で OPPO の A シリーズは最もスペックの低いラインナップという風に紹介しましたが、この A3 はかなりスペックが高くて、他社で言うとミドルレンジに相当するスペックを持っています。先日自分が購入した OPPO の A83 というモデルの場合ですと、CPU はこの A3 よりもスペックの低いHelio P23 を搭載して、価格は約3万5000円だったことを考えると、この A3 はスペックの高いHelio P60 で価格が3万7000円ということですので、コストパフォーマンスはかなり高いと言えます。特徴としてはディスプレイと背面のデザインで、まずディスプレイは先ほどもご紹介した通り、ノッチ付きのディスプレイになっています。賛否両論ありますが、こういったノッチ付きのディスプレイが面白いという人も多いので、アプリやユーザーインターフェースがこのノッチにしっかり対応できているならば、別にノッチが付いていてもいいかなと思います。また背面は素材がガラス製となっていて、形状もフラットではなくて高級感のあるデザインになっています。これまで OPPO の A シリーズというと、アルファベットの A の後に続く数字が2桁のものが中心だったんですが、ここ最近 A1 や今回ご紹介した A3 のように1桁の数字を搭載したモデルが登場しています。どのモデルも価格の割にスペックが高いのが特徴で、個人的にはフラグシップモデルの R シリーズよりも魅力的なモデルだと感じています。現在国内で販売されている OPPO の製品としては R11S というフラグシップモデル1機種だけなんですが、おそらく今後はエントリー向けの A シリーズも国内で発売される予定があると思いますので、OPPO から正式に発表がありましたら、また別の動画でご紹介したいと思います。今回は以上です。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。